はい、今回またまたですね、誰やねんと。おー、いいですね。もうこういうの紹介しないと。新年もね。ロレンツォ、メルガ、レホ、メルガレジョ、わからない。サイドバックっぽい能力ね。あ、サイドバックやね。ロレンツォ、メルガレホ。なんち、あ、パラグアイ人ね。知らねえ。パラグアイの左サイドバック。じゃああれじゃないの？日本とワールドカップで戦った時、いたんじゃないの？知らないですね、メルガレホ。メルガレホ。メルガレホどんな感じ？メルガレホは、どこやメルガレホ。ロレンツォメルガレホ。お前現役なんや。あ、そらそうやな、33やもんな。パラグアイのリベルタ、有名なチームですね。パラグアイ帰りの。パラグアイ代表、9キャップ。あー、これあれやな、ワールドカップ出てへんな。あ、そうやね。代表デビューが2012年でしょ。それからワールドカップ出てないもんね、パラグアイ。どんまい。残念ながらワールドカップは出てませんと。リベルタでは試合出てますと。サイドバックじゃないんやな。ウィングなんやな。攻撃の選手なんや。それは知りませんでしたと。もともとはオリンピアでプレーしてて、オリンピアも有名ですよね、パラグアイでは。確かあれ来たよね、クラブワールドカップとかに。違ったっけ？で、ベンフィカに移籍しの、ベンフィカではでも、レンタルさ、すぐさらされてんな。パソス・フェレイラ、ポルトガルの下のチームを転々としながら結局ロシアに売られると。ロシアのグラスノダール、そしてスパルタク・モスクワ。微妙だね。でもスパルタク・モスクワは結構長いんかな。5年間ぐらいいるな。カレンタウンにプレーしてるね。で、ラシンクラブアルゼンチンに来て、で、今は、地元のクラブに帰ってきたという感じで。ちょっと微妙やね。代表でもそんな選ばれてるような感じでもないし、かなり微妙な感じかな。メルガレホ。名前かっこいいけどね。ドンマイというとこじゃないですか。